全面から入り口を望む金生水、小宅植物群落とは、三重県鈴鹿市にある約7700平方メートルの湿地帯で特殊な湿性植物群落として国指定の天然記念物となっている。金生水小宅植物群落は、三重県鈴鹿市の中央部、自主町アザ生水、最上町あざさる学園に位置する。北には、 標高10メートルの平野が明け、水田として利用され、南には平野より数メートル高い台地が東西に発達し、かつては畑作地であったが、近年は住宅、工業地帯として開発が進んでいる。小宅地は、このような丘陵部と平野部が交接するところに位置し、低室地帯を形成している。この低室地一帯には小宅植物群が存在し、 その種類は豊富で、昭和5年当時の調査資料によれば400種類の植物が群生していた。その特色として、団地性植物と団地性植物の限界値であり、故障の植物や水草、苔類などの湿地性、団地性植物が混在していることである。そこで、それらの保護のため、昭和12年4月17日に、国の天然記念物に指定された。 野花省二2020.66撮影住宅、工場等の立地、補助整備によって周辺の環境は大きく変化していき、指定地内の乾燥化が急激に進み、湿性植物が著しく減少しました。そのため、鈴鹿市では平成17年に給水用の井戸を掘削し、給水により、小宅内の湿潤化を図っています。ありがとうございます。